前回のあらすじ、同志の紡ぐ希望。アルビオルでザレッホ火山の噴火口に突入してなんとか内部に入ることができた。だけどかなり熱いし足元にはマグマが迫っている。慎重にでも急いで奥へ向かおう。辛いことが起きた。本当は日記なんて書きたくねえ。だけど現実を認めるためにも書かないといけないと思うから。俺たちがセフィロトの場所まで到着したとき、すでにイオンはプラネットスコアを読まされていた。俺が止めようとしたときにはもう遅くて、イオンは俺に最後のスコアを残して今にもこと切れそうになっていた。なのにイオンは自分はもう死ぬからティアの正気を持っていくってあいつが言っていた。正気をなくす方法ってのはセブンスフォにも出てきてるし、セブンスフォにも出てきてるレプリカならではの手段だったんだ。イオンを構成するセブンスフォニムがティアの汚染されたセブンスフォニムを引き寄せ結合してプラネットストームに帰っていく。それがイオンの望んだことだった。イオンの命を奪ってまでプラネットスコアを読ませたくせに、モンスのやつはイオンが残したスコアを間違ってるって言うんだ。許せなかった。スコアなんてもののためにイオンを殺して。イオンはレプリカでたった2年しか生きられなかったっていうのに、モンスはマジ消耗品みたいに扱いやがったんだ。モンスはスコアに約束された繁栄を達成するために戦争を引き起こしてみせると言って姿を消した。俺たちは人質に捕らえていたアニスの両親を救い出して、イオンを失って落ち込むアニスと共にダートへ戻ることにした。アリエタにこのことを伝えないといけない。ごめんアリエタ、それからごめんイオン。イオンの死を聞いたアリエタは逆上してアニスに決闘を挑んできた。アリエタは決闘場所は後日立ち会い人から知らせると言って立ち去ってしまった。オリバーさんたちがアニスのことを案じて声をかけると、アニスは部屋を飛び出していってしまった。アニスはきっと自分が許せないんだ。自分のせいでイオンが亡くなったことを一人にしちゃダメだ。見つけてやらないと。アニスは自分が両親のためにイオンを監視していたことを話してくれた。アニスはずっと両親を守るためにモースに従っていたんだ。俺だったらイオンが死んだこともそのせいにして逃げてしまうと思う。でもアニスはイオンを殺してしまったのは自分だと言って泣くんだ。かわいそうだった。そして強いなって思った。だから俺は火山で拾ったイオンのスコアでできた布石のかけらをアニスにあげた。塵一つ残さず消えてしまったイオンの形見として。その後俺たちはイオンの残してくれたスコアに従ってベルケンドへ向かうことにした。そこには正気を何とかするための手段がある。イオンのスコアを信じよう。そりゃスコアをなくそうとする俺たちの行動と矛盾するかもしれない。でも手がかりはこれしかないんだ。イオン、俺たちを導いてくれ。はい、ということでですね、前回イオンくんが亡くなりましたね。はい、では今回はそのイオンくんの残したスコアに従ってベルケンドに向かおうと思うんですが、先にスキッと見ましょう。後悔。イオン様、私のせいでごめんなさい。たった数年しか生きていないのに、私が死ねばよかった。私が死んじゃえばよかったんだ。これ聞いたらティア怒りそうじゃない？ルークに対して激怒やったやん。アクゼリウス崩壊した時にさ、死んで償うって言ったのに対してティアがそんな簡単に言わないって、死ぬなんて言わないでってお説教しましたよね。なんか状況が被るんですが、それはいや、イオンの残したもの。俺たちはスコアを否定した。その俺たちがイオンのスコアに頼るなんて。どうしイオンはスコアを数ある未来の選択肢の一つとして捉えてくれとおっしゃっていたのよ。うん、あの方のスコア通りに行動しなければいけないわけじゃない。うん、スコアを未来に生かせということですわね。無条件に従うのではなく、可能性の一つとして判断材料にしてほしいということですわ。うん、イオン様のスコアは正確だよルーク。信じられないの？それとも信じたくない？あ、ごめん、違う。音が正確だってことは分かってる。信じてるからこそイオンのスコア通りに動いてるんだ。だけどこれが成功すれば今後もスコアに頼りたくなってしまうのではないかですね。うん、今回だけそう言って頼り続けない保証があるか。じゃあイオン様の言葉を無視するの？お願いだからそんなことしないで。そんなことはしないさ。ただ、うん、理想と現実の差に自分がイラついてるだけだ。やっぱルークがさ、成長しまくったよね。ほんとしすぎたよね。なんかもうオラオラ感ゼロじゃん。むしろもう頼りになるお兄ちゃんみたいな感じになってるからな。そう思うとな、なんかアニスの未熟さが目立つと言いますか。ねえ、ルークの方が年下だけどね。いや、すれ違いの二人、
当にイオンが好きだったのですわね。うん、アニスもだわ。ただ二人の思っていたイオン様はそれぞれ別人だった。イオンはレプリカだもんな。アリアットのイオンは共に悲しいですわね。誤解とすれ違いを抱いたまま決闘だなんて、ルークとアッシュでも起こり得たかもしれない事例ですね。ナタリアとティアか。そうだ、我ながらフォミクリとは罪深い技術だと思います。本当だよ。何ジェイド、まあ、あの自分の師匠のためだったんだけどね、フォミクリを作ったのは。本当だよ、マジで。もうっていうかさ、私もアニスよりもさ、アリエッタに救いがなくって本当にかわいそうだって思うんだけど。アリエッタ、もうアリエッタ仲間にしようぜ。イオンくん助けてくれたし、ベルケンドだっけ、ベルケンド、ベルケンド、ベルケンド、あった。行くぞ。さあ、ここでございますね。正気？しっかりして。間に合わなかった。なぜ？え、亡くなったの？これで今日は3人目だ。3人目？どういうことですの？ここ数日突然死が増えてるんだよ。怖っ。どうもローレライ教団へスコアを聞きに行った直後に倒れるやつが多いみたいだな。ヒーラーさんで助けられないとなると怪我の類じゃなくて病気かね。え、変だよ。今教団ではスコアの読み上げを中止してるんだよ。イオン様がそう決めたはずなのに。いや、この正気ってのが出てくるちょっと前から再開してたぜ。旅のスコアラーが各地を回っててね。俺も読んでもらって。あなたも死ぬんじゃないの？大丈夫？このスコアラーはどこへ行ったかわかりますか？さあ、バチカルの方へ向かったみたいだがな。六人称っぽいんだけど。六人称前だよね、オラクル騎士団。今のはフォミクリーでのメンバーだもんね。レプリカ情報を抜かれたのかもしれませんね。どうしてそうだとわかる？実験には情報を抜かれたオリジナルが1週間後に死亡、うん、もしくは障害を残すという事例もありました。へえ。先ほどの方とフォミクリー被害者の亡くなり方はよく似ています。じゃあさっきのあの亡くなった人のレプリカが現れるってことかな。確かに気になるな。もし本当にレプリカ情報を抜いてるならやめさせるべきだ。うん、もう俺とアッシュみたいな関係は生まれない方がいいに決まってる。うん、スピノザから話を聞いたら旅のスコアラってのを探してみるか。うん、スピノザオリジナルの詩、レプリカの意味。レプリカ情報を抜かれた人は死んじまうのか？そういうオリジナルもいるということです。必ず命を落とすわけではありません、うん、アッシュのようにね。もっとも。もっともなんだよ。いえ、やめましょう。ともかくこれ以上レプリカを作らせるわけにはいきません、うん、オリジナルのためにもレプリカのためにも。うん、そう思う。まずは正気です。スピノザに聞けば何かわかるかもしれませんよ。はい。アッシュやローレライのことも謎だらけなんだ。せめて正気のことはすっぱり解決しちまおう。そうですね、できることからというところでしょうか。ああ、結局俺たちにはそれしかできないんだから。うん、先日からちょっとジェイドが隠し事をしているような気がするんですけれども、ねえ、ローレライの鍵のところでさ、なんかコンタミネーションがなんちゃらかんちゃらって言ってるときか、私は嫌な予感しかしないんだよな。ほんと少なからずいいことではないんだろうなっていうのはわかるから。だってスピノザ、スピノザ本気感研究所でいいのかな。でもティアはとりあえずね、もう大丈夫そうだよね。そこは良かったマジで。まあイオンくんが命と引き換えにって感じやったけど、うん、スピノザどこにいるんだ。違う、あ、知事のところかな。いつもなんかこっち側来ちゃうんだよな、ベルケンド来ると。
っちでいいのかな。あれね、やっぱり音機関研究所の方かしら。はい、どこだ、一番奥にいるのかな。いまいち迷いますよね、ここ。レプリカ研究所。こっちは？あ、ここっぽい。誰もいないな。あれ？兄さんの部下はここを引き払ったはずですもの。そっか。とはいえ、生物フォミクリンが復活してしまったことは事実です。うん、そうですよね。レプリカが大量生産されちゃってますもんね。禁忌か。人間は禁忌ってやつに弱いな。好奇心という誘惑ですわね。研究者たちは悪用されると分かっていても止められなかったようですし、兄さんはその気持ちすらも利用していたので、うん、まあ起きたことは今更どうしようもない。これからどうしていくかだ。俺たちの前には問題が山積みだからな。うん、そうですわね。一つ一つ片付けていかなくては。どうした？フォミクリ、レプリカ。ルーク、言っただろ。起きたことを悔やんでいても始まらないんだ。パパ。分かってはいるんだ。だけど、俺は。本当ガイはお父さんやな。もう好き好き好き。え、でも結局スピノザに会えなかったね。よいしょ。特にイベントもなしな感じかな。外に出るか。待って、いいのか。あ、そうだよね。今はイオンのスコアをもとに正気について調べる方が先だ。スピノザに話を聞いてみるかってなってるんだけど、知事のところを。ダメよダメダメ、お話聞かないと。おりますか。やっぱいないね。知事さんもいないし。宿屋で泊まるとか、なんかイベントあんのかな。はあ、500ガルドちょっと高いけど。あ、何が、あ、あ、アリス。あ、ティア、起こしちゃった。ちょっと考え事をしていたから。アニス、うなされていたけれど。なんでもないの。ちょっと外の風に当たってくるね。アニス、うなされてイオン様ってまだ苦しんでいるのね。おう、お、おう、お、おうって感じなんだけど。いや、ちょっとね、私、アニス以上に、アリエッタが不幸すぎる以上ね、なんか、あんまり、アニスに同情ができないんだよな。申し訳ないね、本当に。でね、アリエッタは、両親も亡くなって、ね、大切にしていたイオン君も、死んじゃって、本当に、なんだろう、自分の大切なものがことごとく奪われてますからね。そう思うとなんか、アリエッタはもう何も言えねえって思うぐらい不幸だなって。敵だけど。いや、なんか六人称でやったことを抜きにして、普通にアリエッタいい子だと思うんだけどな。なんかちょっとこじらせてそうな感じはあるけど。あ、こっちか。
今度はお前さんたちか。しかし大変なことになってしまったな。やっぱりタルタロスじゃ抑えきれないほど視覚の振動が激しくなってるのか。ね、そう、液状化。再び大地が液状化するかもしれん。正気に液状化、また元のクリフォトに逆戻りだ。わしはさ、今度は外郭大地はもうクリフォトに落ちちゃってるから、そのまま液状化したら大惨事だよな。政治リングが停止してるから、もうディバイディングラインも作り出せないしな。やっぱ封じ込めるだけじゃなくて、根本的な正気の消滅を考えた方がいいのかな。それなんじゃが、ルークの超振動はどうじゃろうか。超振動、超振動で正気を消すのか。そんなことできないんじゃ。超振動は物質を原子レベルにまで分解する力がある。うん、わしは超振動は専門ではないが可能じゃろう。アクゼルス消滅時の超振動を単純計算したところ、かなりの力のようですし。そういえば先ほどの口ぶりでは先客がいらしたようですが。ああ、アッシュか。外郭降下時のセブンスホニムの流れとやらを調べているとか。アッシュ、アッシュがここに来ていたのですか。ナタリア、さすが即反応やな。ここで測定していたセフィロトの情報を食い入るように見ていたが、あれはロニール切断の情報でしたね。ロニール切断、ああ、あのリグレットたちと戦ったところよね。行ってみますか。そうだな、バチカルは後回しにして。そう、スコーラの話も気になるけど、アッシュを追って。後回しにしようと思ったらアッシュのやつ出てきやがるし、スコアが絡めば六人称やモースが出てくる。ローレライの鍵のこともわからねえ、うん、正気をなんとかする方法もわかんねえってのに、どれから片付けりゃいいんだっつの。まったくだ、ルークじゃなくても頭が混乱してくるぜ。うん、それぞれが密接に関係しているからでしょう。どういうことです、大佐。それぞれ個々の事象にしては因果関係が強すぎます。正気、セブンスフォニム、レプリカ、スコア、ローレライ、これら全てに関わっているアッシュが鍵を握っているのでしょう。それは憶測ですわよね。大佐が憶測で話をするなんて珍しいと言ってしまった方が行き先が決まりやすいでしょ。うだうだ考えずにアッシュを追うってことか。ま、確かにそろそろアッシュから話を聞かないと、情報も手詰まりだしな。ですな。今のままバチカルに戻っても現状の混乱を打開する策がない。うん、国際的なスコアの扱いなど決めることはできそうにもありませんわ。今は足を追うことが俺たちにできることなんだな。うん、そういうことです。時間を無駄にしたくありませんから、効率よく考えていきましょう。そうですね、まずはロニール切断に行ってみましょう。よし、ロニール切断ってケテルブルクの北の方から行くところだったよね、確か。さて、移動しますか。ジェロ、さっきの正気と超振動のことだけど、うん、バカなことです、忘れなさい。だけど、それで正気が中和できるなら。ちょっと待って、イオン君と同じことを考えてるんじゃない、ルーク。ほら、イオン君はさ、あのティアの正気をね、セブンスフォニム、なんか自分からなんかセブンスフォニムを乖離することで持ってくみたいなこと言ってたじゃないですか。それを考えてるんじゃないかな、ルーク。まあ、似てるよね、ちょっと。あのなんかティアっていう一人の人間の体がこの大陸全土の正気に変わったっていう話で考えると、同じことをすればなくなるんじゃないかってルークは思ってんじゃないのかな。お忘れですか、あなたはレプリカでろくに超振動を制御することもできない。下手をすればあなたが死にます。だったらアッシュならできるんじゃないか。もしもロニール切断にアッシュがいたら頼んで。失礼、私の言い方が悪かったようです。オリジナルであろうと、惑星一つを覆うほどの正気を消滅させるような超振動は起こせません。何か力を増幅できるものがあるなら話は別ですが。増幅できるものって例えば。諦めが悪い人ですね。つまり超振動を使うことによる体の負担を軽減するものがあればいい。じれったいな。だから一つはローレライの剣ですね。ローレライの剣、あれならセブンスフォニムを大量に自分のそばへ集められます。もう一つは
大量のセブンスフォニムですよ。そうですね、セブンスフォニマー、あるいはその素養がある人間をざっと1万人も殺せば、殺すのか、なんとかなるかもしれません。もちろん超振動を使う人間も反動でフォニムの乖離を起こして死ぬでしょう。1万人の犠牲で正気は消える。ま、考え方によっては安いものかもしれません。そんなの、ええ、無理です。ですから忘れろと言ったんですよ。なるほど。ではロニール切断に移動しようと思います。正気を消すための対価考えてるね。まだ悩んでいるんですか、ジェイド。ガイたちが心配していますよ。ルークが柄にもなく考え込んでいると。1万人のセブンスフォニマーの犠牲、そんなことでも起こさなきゃ正気は消せないってのか。お、闇にも乗ってきませんか。これは深刻ですね、ジェイド。だって他には、1万人殺し、アクゼリスを消滅させ、シェリダンの皆さんを傷つけ、大勢の敵と分類された名も知らぬ人々を手にかけ、これ以上まだ両手を血で染めますか。うっ、それはやめなさい。あなたには無理です。でもこれはイオンが最後に残してくれたスコアだ。イオンにはその未来も見えていたんだ。教えてくれイオン、お前ならどうする。飛躍？何してるんだ？ジェイドが悩むなんて、砂漠に雪が降るよ。失敬ですね。私は常に悩み多き人生を歩んでいますよ。そうなの？でも本当に珍しいです。どうしたんですか？薬を調合していました。薬？薬？体がしびれた後、一定時間仮死状態になるものや、一時的に心肺機能を停止して。ちょっと待て、そんなもの作ってどうする。危なっ。ああ、単なる好奇心ですね。人には使わないでくださいね。おや、対人用なのですが、食事に混ぜても効くように改良してみようかと。怖っ。俺、こいつの作った飯食いたくない。そうね。なんかな、ジェイド隠してそうだな。まだ本当はさ、正気を消す策はあるんだけど、やっぱりルークの命がってなった時に言い出せないとか、なんか考えてそうなんだよな。よし、じゃあケテルブルクに飛びますか。あ、でももう時間は結構いい感じだから、今回ここで終わりにしておきましょうかね。あれ、これちょっと待って、ここあれか、港からじゃないといけないか。よいしょ、港に、よいしょ。あれ、これ海に降りるには、あ、こうか。あ、ちょ、久しぶりにやるか、ちょっとアルビオールの操作になれないな。こう、海。あれ ?B で着地じゃなかったっけ。やばい、忘れてるんだけど。お、あ、下か。久しぶりのアルビオール操作に手こずっています。よいしょ、 OK。 ちょっとケッテルブルクに着いたところでやめよう今日は。はい、あれ、あの雪男いるかな、でかい人。今日はいなかったな。特にペテルブルクではイベントないみたいですね。うん、じゃあちょっと今回ここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。